回マジで下腹が燃えるメニューになっとるけ、一緒に頑張ってみよう。劇的に変わってくるけ、レッツゴー。耐える足にした状態で足をゆっくり動かしていきましょう。下腹のお腹を引き締めていくイメージで足を動かしてください。もし股関節痛い人はちょっと足を狭くすると楽にできます。オッケー。今度はお尻を上げて交互に足を動かします。お腹をへこませながら足を抱えてください。足を丸めながら足を抱える感じです。OK。 今度は足を伸ばしながら回していきます。同じ方向、股関節が鳴るな。下腹めちゃくちゃ効いてくるけんね、頑張ろう。OK。 次は反対回しいきましょう。あと半分で終わり。頑張っていこう。オッケー。今度は体を起こしながら膝を曲げます。あと少しで終わりますよ。今度は膝を曲げたまま起きたら手を振っていきます。頑張って。OK。 さあラスト、膝を抱えたら転がっていきましょう。ラスト頑張って。できる人は手を離して動かしていって、こういう感じ。OK。 足の裏を合わせて膝を動かしていきます。閉じたら開きます。体をまっすぐに引っ張って、そ
頸部を動かしているイメージです。股関節周り、鼠径部、腸腰筋、この辺が硬くなるとね、血流が悪くなりますから、足が重たく感じたりむくんだりします。そうならないためにね、改善しましょう。 OK、 今度はね、片足ずつ一番もう床につけるイメージでいきましょう。足を開いたら閉じる。こういったね、コツコツした下半身周りのストレッチが日々の血流アップにつながりますからね、下半身の悩みある人は一緒に続けてください。 OK、 反対も同じようにいきますね。結構気持ちよくない？これしっかりね、開いて閉じる、結構開くのと気持ちいいよね。これ両方でやるとむずいけど、片方なら結構簡単よね。OK、 今度ゆらゆら揺らしましょう。これ首にもね、すごいいいけどね。ちょっと早めにね、動いた方がよく伸びるよ。今度はね、片足ずつ外側に回していこう。膝曲げたら外に回す。ちょっとコリッとなるかもしれんけどね、コリコリしていくと慣れてきますから。股関節回すだけでもね、この体勢でやってると腹筋使うんでね、お腹周り引き締めにもいいよ。OK、 よっしゃ、この足開きましょう。そしたら足を内側に倒す。ちょっとむずいけど、もし難しかったらちょっと膝曲げるとね、できると思うよ。できる人は足伸ばして。少しでもね、足が倒れとったらいいけどね。この股関節はね、結構動いてますからね。よし、 OK。 じゃあ今度このままでね、足をね、小刻みに揺らしていきましょう。この小刻みに揺らすと力が入るんだけど、その力入ったものを伸ばすけどね。できればお尻も締めたまま。あ、股関節が伸びる。よっしゃ、で今度しっかりね、かかとを引き寄せて、このまま前にかがんだら戻る。前にかがんだら少しお尻がね、浮くぐらい。頑張って、あと少しだよ。
ケー。よいしょ、今度このままね、ピタッと閉じたらピタッと開いて。閉じたら力を抜く。しっかり閉じたら力を抜く。もうしっかり閉じるときにね、お腹の奥の方に力がね入ると思うんで、これがね骨盤底筋鍛えられてます。ぐーっとお尻締めて、力を入れたら抜く。よし、 OK。 で今度は最後片方ずつ開いて、力を抜く。パタッと力抜いてね。よっしゃ、オッケー。まず膝を曲げましょう。ももに胸をつける感じで前かがみ。このまま膝を伸ばす。曲げる。スタート。前に背中を丸めたままで膝を動かします。スマホ見ながらでもできます。前屈硬いとね、腰痛、猫背、首こりにもつながるんでね。しっかり一般的な柔軟まではいきましょう。はい、 OK。 次は前かがみになった状態で交互に膝をパタパタ動かします。スタート。もし手の位置が難しかったらね、手ついたままでいいです。膝をパタパタ動かします。前かがみの状態でだんだんとね柔らかくなってきますからね。柔らかくなった状態で腹筋に入りますからね。一回でね結果が出るからね今回は。はい、 OK。 次は手をついて膝を同じように両足で曲げ伸ばし、そこに加えて手で前に進んでいきます。カタツムリのように前に進んでいきましょう。スタート。両足で曲げて伸ばす。手で進む。できるだけ手で進んでください。一番遠いところで膝の曲げ伸ばし。OK。 それではもう一度前屈チェックでつま先上げていきましょう。どうですか？さっきよりもかなりいきませんか？10センチぐらいいくでしょう。かなり前屈できたよって人はコメントで教えてください。今背中が丸くなることができました。これは腹筋中に行う背中を丸める動きと同じです。この状態ができてると効果的に腹筋が行えます。だけど腹筋苦手だよっていう人のために、今回は腹筋を上手くなる方法を解説します。足を閉じた状態で背中を丸めます。手を前に伸ばしてバランスを取ります。このまま足が浮くか浮かないかぐらいまで倒れたら帰っていきます。ゆっくり倒れて足が浮く手前で帰る。これをやっていきます。これは起き上がる後半部分、これが前半部分、ここから起き上がるのが後半部分。これができると腹筋が上手にできます。手を前に伸ばしていきましょう。30秒、スタート。ゆっくり自分のペースでいいです。足が浮かないように。足が浮くということは骨盤が前に倒れてしまうことです。反り腰にならないように骨盤を起こしたまま、足浮かないようにしたままでできるだけ倒れて帰る。息を止めないように。これだけですっごい腹筋効いてるからね。よし、 OK。 今度は今の応用編、手を前じゃなくて手を上、これでバランスを取りながら帰る。ちょっと負荷が上がるよ。スタート。手を上にすることでね重くなるんで、足が浮く手前で
帰ります。倒れないようにね、できるだけギリギリで帰る。万歳しながら。オッケー。ラストはスペシャルメニュー。足を楽に曲げて開いて、この状態で手は上。これでキープ。最後頑張っていこう。いくよ。スタート。万歳したら倒れる人はね、手を前でもいいです。できる人はこの辺。うおー、来る。めちゃくちゃ来るこれ。うわー。やっぱすげえなー、万歳デッドバグ来るなー。倒れそう、みんな頑張って。うおー、倒れそう、後ろに。かうわ、むちゃくちゃ効く。オッケー、あははむちゃくちゃ効く。これうわこれやべえな。うわ、切れてね。うわ、いって吐いて。うおー、腹筋が飛んでいく。あははは、使ったお腹伸ばしましょう。今度はね、手を脇の下ついて上体反らし、これでキープ。ラストいこう。はい、スタート。うわ、お腹をね、ちゃんと伸ばさないとね、猫背になる人もいるんで、ちゃんと使った分をね、元に戻して終わり。うわ、伸びる。よし、オッケー。まずはタオルの端っこを持ちましょう。首に引っ掛けて頭を上下に動かします。タオルを下に引っ張りながら首を動かしてください。首の凝りがほぐれてきます。好きな体勢でやってくださいね。途中で体勢変えてもいいです。立ったり座ったり、膝立ちになったりしながらやってください。オッケー。じゃあ今度はこのまま開いたら閉じましょう。閉じて開く。座ってやる人はね、できるだけね、背筋を伸ばした感じでやってください。座っとくのもね、結構あぐら難しい時ありますからね。そういった場合は膝立ちでもいいし、硬いところでやる場合は立ってやってもいいです。 OK。 今度は万歳したら頭の後ろに下ろす、また上げる。肩甲骨動かしていきましょう。肘が伸びにくい場合は一気に肘を伸ばしてください。肩がだるくなったらね、途中で休みながらやってください。肩硬い人はね、だるくなりますからね。オッケー。じゃあ今度はこのまま左右に体を倒しましょう。今度は体の横をしっかり伸ばしていきます。伸びる。どうですか皆さん。 OK。 うわ、くるね。で今度は頭の後ろに下ろしたら斜めに肘を伸ばしていきましょう。自分のペースでいいですからね。これは半分エクササイズだけど半分ストレッチですから、無理にね頑張ってやろうとせずに、リラックスした気分でやってください。
肩、首、背中が硬いとこういったストレッチでも結構疲れますからね。OK、 今度は肘を伸ばして体を左右に回しましょう。体を振ります。もし座って難しかったら膝立ちでもいいかもしれませんね。横に回すこの動きは座ったらちょっと難しいかもです。ふぅ、だんだん肩が軽くなりますからね。オッケー、じゃあ今度はね、後ろで持ちましょう。こういう感じ、上下に動かします。ゆっくり動かしてくださいね。もしだるかったら休んでくださいね。肩甲骨が剥がれてきますからね。 OK、 反対も同じように行きましょう。長さは調整してくださいね。肩、背中、すっきりしてきますよ。よっしゃ、オッケー。で、今度はこのままね、後ろに動かします。これ結構背中と肩がね、だるくなりますからね。休みながらやってください。あと少しですよ。OK、 じゃあ今度は腰で横に動かしていきます。いろんな動かし方をするとね、肩、背中、首がすっきりしますからね。猫背が治るとね、呼吸が深くなって自律神経が整ったり、呼吸が深くなるんでリラックスできたりしますからね。ちょっと肩はだるいかもしんないけど、オッケー、よっしゃ、ラストです。横を持ったまま左右に回します。よーし、オッケー。まず初級編は膝を曲げた状態で頭を起こします。首疲れると思いますので片手で頭を支えましょう。このままで手を交互に万歳していきます。頭を片方ずつ持ちながら息を止めないように5回いきましょう。それではいきます。スタート。1、2、3、4、5。 OK、 体はできるだけ起こした方が効果的です。2回目いきましょう。スタート。1、2、3、4。
4、5。 OK です。結構効きますよね。手の力がお腹にかかるのですごい腹筋に効きます。ラストいきましょう。3セット目スタート。1、2、3、4、5。 OK。 ああ、初級からして結構きついなこれ。それでは中級編です。足を組んだ状態で片手で軽く持ちましょう。反対の手は万歳です。膝を毎回叩く感じでいきましょう。5回、スタート。1、2、3、4、5。反対。1、2、3、4、5。 OK。 2セット目いきましょう。スタート。1、2、3、4、5。 OK。 反対。1、2、3、4、5。 OK。 効きますね。お腹に力が入ったまま手を伸ばすときにお腹も伸ばされるのでお腹によく効くんです。ラストいきましょう。スタート。1、2、3、4、5。 OK。 反対いきましょう。1、2、3、4、5。 OK。 効きますね。上級編は万歳から手を振りながら起き上がって体を起こしたままで万歳して戻ります。ゆっくりいきましょう。スタート。1、2、3、4、ラスト5。 OK。 効きますね。ポイントはできるだけ体が起きた状態で手を上げてってください。2回目いきましょう。スタート。1、2、3、4、5。 うわー、痛い。みんなも痛いよね。あともう1回ですからね。頑張ろう。ラストいきましょう。スタート。1、2、3、4。ラスト5。うわ、痛い。ラストスペシャルメニューです。シーソーデッドバグやっていきます。万歳して足を上げたら足を振り下ろしながら体を動かします。これを5回です。いきましょう。スペシャルメニュー見よう見まねでいいです。やってみてください。いきましょう。スタート。1、2、3、4、5。 OK。 お腹がだいぶ疲れてるはずですから、こっからちょっと追い込むためにメニューの負荷を軽くします。今度は膝を抱えた状態でゆっくり転がります。これラスト10回。いきましょう。これで終わりです。スタート。1、2、3、4、5。
なんとなくいいでしょう。3、4、5、6、7、8、9、10。OK です。使ったお腹、最後伸ばしましょう。うつ伏せから手を脇の下について、体を反らせて、これで10秒キープ。行きましょう。スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。OK です。